津田正樹、28、と、小松菜奈、25、が15日、結婚を突然発表したことで、にわかに、次に結婚する、芸能人が誰かに注目が集まっている。7月下旬に、元 AKB48 で女優の大島優子、33、と俳優の林健と30、が結婚したことから、同じ元、AKB48 の小島春子と小島春菜、 33と熱愛報道が出た年下のイケメン IT 社長のゴールインに注目が集まったが今のところ具体的な動きは聞こえてこないこれから結婚しそうなカップルを会えてあげるとしたら竹内涼真28と三好彩香25でしょうか2人はすでに同棲しており休みの日は自宅近くのスーパーで一緒に買い出しをするそうです 竹内が三吉を実家に連れて帰ったとも報じられました芸能ライター竹内はかつて同棲していた吉谷綾子30から三吉に乗り換えた時点で高青年のイメージはすでに崩壊しており所属事務所としても結婚を止める理由が特にないという竹内は 今年1月期にゾンビドラマ、君と世界が終わる日に、日本テレビ系で連ドラ初主演を果たしたものの、世帯の全は平均視聴率は8%に届かなかった。次期エースに、池松壮介、31、を据えるべく事務所が動き出しているという話もある。かといって、事務所が、竹内のことを見捨てたかといえば、むしろ逆です。君と世界が、はシーズン3が、来年2月25日からフールで、 独占配信されるなど作品に根強いファンがついています今後は竹内にワイルド系の実力派俳優として活躍してもらいたいと期待しているのでしょう戸田恵梨香と結婚した松坂桃李にしても竹内の事務所の先輩である鈴木亮平にしても演技で勝負している俳優にとって結婚はさほどマイナスにはなりません 今回、菅田将暉が結婚したのも仕事の足かせにはならないと、姿の事務所が判断したからだと思います。前出の芸能ライター、かつては、俳優が20代で結婚しようとすると、まだ早いなどと言われることが多かったが、時代は転機を迎えている。<music>